今回紹介するのは、森に眠る魚という本です。東京の文京地区の町で出会った5人の母親。育児を通して次第に心を許し合うが、いつしかその関係性は変容していた。あの子さえいなければ、私さえいなければ、凄みある筆致で炙り出した。 現代に生きる母親たちの深い孤独と痛み衝撃の母子小説女性は特に自分と似ている分かり合いそうと思った時に心を開くしかしそれはある意味幻想なのだ自分と全く同じ経験をしてきた人はいない自分と全く同じ感じ方をしまた同じ考え方をする人はいないそれなのにほんの少しの違和感を許さない 徹底的にに、同質化しようととするところに女性同士の友情にありがちな閉塞感が生まれるのではないだろうか子供が同じ年で近所に住んでいるそれだけの共通項しかないのに自分たちは見ているきっと自分の全てを分かってもらえると思い込んでしまったところに。 彼女たちの悲劇の入り口がぽっかりと開いていたのではないだろうか角田光代さんの筆は登場人物それぞれの女性の心の闇を恐ろしい力量で書き込んでいく終盤本が手放せなくなり悪夢にうなされたやはり恐ろしい作家だとつくづく思う以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。